この施設が三番館、宮城県慶長接線ミュージアムっていうんですけれども、今から400年前に海を渡ったサンファン・バウティスタ号を係留して展示する博物館です。21年前にこの復元船を建造しまして、これを係留するためにこの博物館が設置されました。東日本大震災で大津波の直撃を受けまして休館を余儀なくされました。また国内外の多くの支援によって慶長施設の出版400年の節目に約3年ぶりに再開館することができました。この施設がサンファンパークとサンファン館ですね、震災後いろんなイベント会場として使用されてまして、でいろんな市民の方、市民以外の方もそうですけれども、いろんな方に使っていただきたいということで、石恋っていうのはいろんな市民ですねが体験型のプログラムを開いてこう活動されているということで、サンファン館も私が参観することで、何かこうサンファン館とそういった方々たちの達人たちのつながりになればいいなと思って、私自身が今回参加させていただきました。です。はい、でここはイタリア広場、長谷倉綱が行ったイタリアの庭園を模して作られた広場です。もしかしてその時だけ早いこと現れて、なんだ、ばあちゃんバケルだ。流すと穴が開いてるの。慶長施設、長谷倉綱が行ったスペインですね。友好と、あと慶長施設400年と東日本大震災復興を願って、このしだれ桜を植樹しました。すごい。本当に偶然なんですけど、13代目。すごい。すごい。はい。はい。嬉しいな。はい。すごい。400年を超えて、こういった常のご子孫の常高さんが、今もう偶然でびっくりしました。どちらにお住まい？ありがとうございます。私自身企画広報課といって、どっちかというと事務所の中で仕事することが多いんですけれども、こうやって間近です。実際にお客さんとか市民の方とお話しできるっていうのが本当になんかこう前に進む力というか、これからもっといろんな企画をやってですね、もっと多くの人に来ていただいて楽しんで行きたいなって本当に思えるような機会だったので、私自身も本当になんかこう何か形になる機会だったと思います。400年前もこの地域をですね、大津波が襲ってるんですね。東日本大震災を受けた当館は、こういった本当に大変な状況の中、400年前、2年後に出版したという事実を、一つの復興の基盤を作ろうとした何か貿易によって、地域活性化だったり、何かそういった物流の交換、文化の交換、人々の交換、情報の交換によって新しい世界を生もうとしたんじゃないかという、新しい方針のもとに、サンファン館が運営しています。本当に400年前のその事実をですね、本当に勇気を与えられる事実だと思うので、本当に今の私たちもこう前に向いて進むことは、本当に未来の人々にとってもこうメッセージとして伝わるのかなと思うので、それを一番伝えたいなと思っています。でこの船とともにこの石巻地域を楽しんでほしいというのが一番ありますね。本当にサンファン館見る人にとって、サンファンバーティスタ見る人にとって本当に勇気づけられたりとか、本当に楽しんで行かれる方もいますし、観光の面、文化の面でも本当にいい場所だと思っているので、皆さんにお越しいただきたいと思っています。
Thank you.